はい。すみません。何で逆してんだよ。はい。何逆切りしてるわけ。はい。でもミスなんでしょ。はい。ミスなんです。どちら様ですか。柴田でーす。うち創価学会の東淀川支部なんですけど、なんか間違ってませんか。今さ、別の携帯でさ、お前のツイキャス見てるから分かんないけど、うちの創価学会の東淀川支部なんですけど、え、でも喋り方ってどう見ても見えてないんだよ、その滑舌悪い声。誰かと間違ってませんか。だっていいよ、えめえが間違ってんだよ。いや、誰かと間違ってませんか。あ、僕のね、はい、はい、いや、そういうありきたりののはいいから、ちょっと、え、俺のことが好きなの、そんな。別に、まあね、まあ、YouTuber の先輩として憧れだけどね、うん、お前の言ってることが全てだから思われるから、こっち反論してんの。どこに反論してるの。だからおめえが逆ギレしてるのだよ。だから俺逆ギレとか何もしてないけど、してるけどね。別にお前が警察に中央しまいが、で俺はね、その塗装業をバカにされたことに切れるわけだから、ね、え、塗装業なんでバカにした。俺は何、普通にだってお前より稼いでる。いや別にだって俺は仕事はいいと思うよって。塗装業であろうが何であろうが仕事はいいと思うし、仕事をバカにしたらダメだよね。あ、じゃあ稼いでるっていうところはじゃあ認めてはくれるんだ。じゃあちゃんとってことは、じゃあ立派な職業じゃん。ちゃんとお金を稼いで俺はやるべきことはちゃんとやってるから、じゃあそれは立派だってじゃあ認めてくれてるのね。でもあなたは最初配信業で食ってるってのはニートだってて小バカにしたよね。そこは良性敗じゃん、その時点で。バカではない、まだニートって言ってたじゃん。別に俺バカにして。え、ニートっていうのはバカにしてるってことじゃないの、それは。違うの。だってだってニートだってさ、自宅経営みたいにしっかりめっちゃした仕事じゃない。いや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 。ニートの定義ってわかる？ドットエンプロイメントエデュケーションティーチングっていう言葉の略なんだけど。Not Employment Education Teaching。 就労意欲もない、仕事に対する意欲もない、教育も受けてない、働いてない人のことをニートっていうの。あなたはそういうふうに言ったってことはさ、バカにしてるってことだよね、ある意味ね。でも僕こう塗装業のことに関しては何もバカにしてない。どういう仕事でもいいと思う。でもあなたが月収17万って言ったから、じゃあ俺の方が稼いでるわって言って切っただけだよ。どうバカにしてんの。どこをバカにしてんのそれ。だってあなたと話したところでそれ不毛じゃん。であなたはだって俺のことをニート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 の一点張りじゃん。そういう人間と話が通じないんだから、それは切るに決まってるでしょ。そんないいですか。まず僕の実力をバカにしたね。それは別に一個人のことだけど。いや、しないしない。俺はね、バカにしたって捉え方をするから。じゃああなたがバカに、じゃあ、まあ僕があなたのことをじゃあバカにしたんだったら、じゃああなたも僕のことをバカにしたから、じゃあそれは良性敗だよねってこと。良性敗じゃなくて、良性敗。いや、100歩譲ってね、じゃあ僕はバカにしてないけど、あなたがこう塗装業やってることは俺は立派だと思うよ。でまだ17万稼いでるって言ったから、じゃあ俺の方を稼いでるって言ってこう切ったじゃん。でなんで切る必要が。え、稼ぎをバカにされたと思ったの。そう、バカにされたと思った。じゃあそれはあなたのじゃあやっぱプライドがあるのかな。あなた高校生で塗装業でしんどい仕事をやってるのに17万しか稼げないって何か負い目があったから給料バカにされたと思ったの。このあなたがこう仕事に対してプライドがあるのか、別にどういう給料であろうがそれ誇りに思えばいいじゃん。そんな他人に言われたぐらいでこう動じるんですか。だったらもうその仕事なんかやめちまえよ。特にお前なんかに向いてねえからさ。え、お前のことなんかも見下してる。バカにしてるよ。じゃあもうバカにしてていいよ別に。なんか嫌です、無理です。お前バカにされるべき存在だもん。だって
どういうところがバカにされる存在？だってバカにされるべき存在でしょ。だって。どういうところが？うん。こうやってさ、シルバーウィークのさ、真っ昼間からさ、人に対してニートだのなんだのさ、殺すだのさ、ニートだの殺すだのさ、死ねだのさ、言ってくるようなやつをさ、見下さないやつがどこにいると思うんだ、まず。な、その時点でお前人間の底辺だよ。俺より下だよ。俺は自分のこと人間の底辺だと思ってるけど、お前の方がもっと下だよ。見下してやるよ。だったらじゃあ俺のことを見返したいんだったら、お前もうちょっと頑張れよ、まず。頑張ってちゃんとしたこう大人になってから俺のことをじゃあ見返してやれよ。そんないち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 今ご口だけで何でもかんでもベラ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 言うことで張り合えると思ってんじゃねえよザーコ。じゃあな、あ、ごめん。ニートってあれか、トレーニングか。ごめんなさい。すいませんでした。ニートの訳間違えました。Not Employment Education Training だった。ごめん。Teaching って言ってしまった。すいませんでした。ちょっと。切ったら負けとかさ。もう切ったらじゃあ別に、まあ負けでも別にいいわ。負けでも別にいいよ。もしもーし。おめえさっきからよ。逃げてんじゃねえよ、ザコ。逃げてるんじゃなくて、こう話にならないから切ってるんじゃん。話になるか、お前だって聞いてるってことは、お前バカにしてる、あの逃げてるってことだ。何お前言ってんの、バカじゃないのお前。お前ザコとか言ってるけどさ、どう見てもお前のがザコだと思うんだけど。どこがザコいの？全部すべて、お前の言動すべて、お前の顔も言動すべてがザコいの。じゃあピンポイントで、じゃあこれこれこうだから弱いって言えないんだね。ザコっていう言葉を使えば相手がザコだって思えるんだね。彼女もできねえやつが。うん、別にだって彼女って別に生きていく上に置いてこう必要じゃないじゃん。え、なんで必要じゃない？え、お前それさ、人生の半分でしちゃってるよ。なんで？じゃあ残りの人生の半分は何よ？え、じゃあお前じゃあ残りの人生の半分は何？やれるっていう楽しさ、もしくは気持ちいい感じ、お前それ味合えないってことは人生の半分をね、あれ捨ててるってこと。いや、残りの半分は何なの？人生の半分はしっかり生きてやることをやるべきことをやってるっていうのが人生の半分なんだよ。でもう一つの半分っていうのは彼女を作ってやったりね、やったり精神を味わってするのがね、人生の半分だけ。それで 100%。 え、何？え、女のことをやれる機会だと思ってんの？うわー、女性蔑視だな、その時点でな。そりゃそうだ。ありゃー、俺そういう見方はないわ、さすがに。あなたとはやっぱ恋愛の価値観が違うな。え、だってお前彼女実際できてないじゃん。できてないし、お前欲求不満だろ。別に欲求不満でしょ、でみたいな。別においおい、あ、彼女っていうのはあなたにとってセックスができる機会なんだ。そりゃ評判悪いわ、女の子から。ここは下ネタ、君が下ネタ言う場所じゃないよね。はい、ああ。お前、まあ、仕事頑張ってよ。お前、ニートのくせに彼女いねえの？おい。あ、ニートじゃん。20歳。20ぐらい、20歳。俺、小6だけど彼女いるぞ。おい。ザーコ。さっき塗装業やってるって言ったじゃん。じゃあ、俺、今変わったから。ブーク。何、小学生だったの、今度は。ブーク。アホか、お前。おなんかそれで、それで、なんか言いたいことないの？他に。あ、ねえ、おめえあんのかよ、おい。言いたいことないの？おめえが言えよ、なんか、おい。なにそれ。お前さっきから切りすぎ、しかも。それ逃げてるよね。
あ、じゃあもうに逃げたでいいか。じゃあ逃げたで、もう逃げたで、もうじゃあいいわ。